は、私はあなたを思いますっていうあのラブソングになるんですけど、美しい月の下で相手を思うっていう場面から始まるんですけど、その相手への気持ちがとっても強くて、例えばタヒチにある一番高いオロヘナ山っていう山があるんですけど、その山よりも相手への気持ちはすごく大きい高いっていうのとか、あと相手を思うがあまり心が震えてしまうっていうような歌詞が出てくるように、とっても情熱的なラブソングになります。タヒチアンダンスにすごくハマって習い始めて、割と最初の頃に習った曲なんですけど、本当に素敵なラブソングだなって思ったのは今でも鮮明に覚えていて、で歌詞のストレートさというか、あまり日本ではそういった表現って、あの愛情表現ってなかなかすることがないので、それをダンスを通じて愛情表現ができるっていう曲がすごく気に入って、今でも大好きな曲なので選びました。実はきっかけ自体はハワイのフラがきっかけなんですけれども、もともと海の近くで育ってまして、で海の近くだとあのフラの教室がすごくたくさんあるんですけど、で目にすることも多かったので、あすごく衣装も可愛いし、あの楽しそうだな、やってみたいなと思って、まずはフラの教室に入ったんですが、その時たまたまタヒチアンダンスのオテアっていうあの太鼓だけのリズムの曲があって、それを耳にすることがあったんですけど、そこでもう一気にハマってしまって、その音楽がきっかけでタヒチアンダンスを始めました。何かあの自分が変われたらいいなっていう願望を持っている方とか、でもそれが何がきっかけで変えられるのかが分からなかったりとか、あと漠然と自信がないって思ってしまっている方とかに体験してもらえたらすごく嬉しいなって思います。